も研究バラダマチロです。イキボです。うるさいかな。いや、大丈夫。いかん。大丈夫。人んちだし。人んちだからいいかげんですよ。騒音関係ねえ。前回ですね、僕の家のルームツアーをしたということで、今回第2弾でシュンタンちのルームツアーをしていこうかなと思います。はい。まあ多分だけど、うん、俺ら2人で組んだらろくなことないのよ。マジでかわいそう。だから今回はシュンタンの家がどんなものかなってよりかは、俺らの暴れ具合を楽しんでいただけたらなっていう。ルームツアーじゃないの。趣旨そこだからなって、うん。確かに。ということで、じゃあ早速いきますか。じゃあ突撃していきましょう。チュンタ開けて。待って何これ。待って何これ。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 こっちこっち。あ誰？あっちじゃないの？そういうのじゃない。あらごめんなさいごめんなさい。びっくりしたびっくりした。お邪魔します。すいません、じゃあちょっと早速行かせてもらいたいなと。いや待って待って。やらなきゃねこれは。それはやらなきゃ。どうする？じゃあまずリビングから行く。そうだリビングから行こう。リビングからでいい。リビングから行こう。じゃあリビングから行きましょう。もう待って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 、玉入ってんじゃん。あるじゃんこういうさ物差し竿みたいな、こういう玉出てんのよ。まずこっからじゃあ紹介してもらって。玉出てんのこっからアメリカ生まれな。びっくりしたよ。入ってないと思ったらちゃんとなんかピュンピュン飛んでる。すごいよ。手投げんな。すげえな。練習してきた。え、どこどっから紹介していくの。これは僕の編集机、うん、兼ゲーム場所。いやすごい、うん、なんかめちゃめちゃガチな感じだよこれ。もう確かに。で、ここで配信もしてんのか。そうだね、このカメラで配信してる。すげえ。あれ気になった。気になんないっす別に。気になった。全然気になんないっす。あれ見覚えがある。はい。まあはい。なんで埃ついちゃってる。汚れ。汚れ。掃除してねえな。うるせえや。あ、これ白のやつをね、丸パクリしました。何それ。なんかオーディオインターフェースってやつなんだけど、パソコンから出る音とマイクの音を合体させる機械。すげえ。すごいね。いくらしたの。高いよなこれ。これ意外と2万ぐらいしたの。うん。うわ、壊す壊す。やめろやめろ。手錠していい手錠していい。手錠あんのあんの。え、あんの手錠家に。あれあるわ。あれあれ。ボロが出ました。手錠していい。あれ。でもさ、城の部屋はさ、いっぱい部屋があったけどさ、まあ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 、もうこれなんだよ。なんか気になったのあったら言ってくれたら、これ何って言われたら紹介するし。興味ない。興味ゼロだね。興味ゼロ。生きてるからさ。まだ初見の手でね。うん、そっか。うんうんうん。初見でも気にならないの。だからここしかなくない。ここしかないよ。普通の一人暮らしの家なんよ。まあだからあれか、ここら辺か。グッズ系だね。青色ばっか。確かに。あ、なんかさ、推しキャラが青ばっかだよね。そうなんだよね。驚くもそうだし、リムルもそうだし。これファンの子からのやつだけど、基本的に青ばっかになってるし。カーテンももしかして。あれあれ青じゃない。え、この中は何が入ってるの。この中ね。いや、隠してるから。待って、すげえ。普通見せるもんでしょ、これ。多分、ほぼ千代がくれたやつだよ。これもそうだし。ああ、確かに。左側何入ってるの。左側。ああ、確かに。こっちはね、クソ地味だよ。あの、資料。銀行の通帳とか。つまんないから出してるんだよ。警告出しといたのに。これは？これは何？これは、もともとこっちに置いてあったんだけど。カビゴン？ゴミみたいだな、ここ。おい、びっくりした、なんかしてる、なんかしてる。なんかハサミや、ハサミや。ダメだ。ハサミや、ハサミや、ハサミや。違う、ない、ない、ない。何すると思って。一回ハサミ持ってきて。試しに、俺、やばいこと。大丈夫、大丈夫。なんだ。大丈夫。待って、待って、待って、待って。おお、来た、来た。え、ほんとに来てる、こいつ。え、ほんとに来たの。え、切ってる。待って。何したの。お前、いいやつかよ。俺、だってわかるもん。これ、仕込みでしょ。俺んちから持ってきたコード。ただのいいやつ。さすがにやらんよ。俺気づいてた。トイレしてきていいよ、せっかく。じゃあその間、シンタベッドとかもね、新しくしたんでしょ、これ。新しくした。ずっと俺布団寝てたんだけど。あ、そっか。何してるの。ちょ、一回、見てみて。じゃあミコ何してるかわかんないよ。うん、よし、ちょっと行ってみて。何してる、何してる、何してる。いやいやいや、苦労者。めっちゃうめえ、お前。ちょ、お前せめて電気つけとこうや。入った瞬間真っ暗だった。勝手にいけんだ。ベッドの下とか見ようよ。あ、確かに。多分前の家の方がまだ面白かったと思う。嘘。結構普通になっちゃった。ここだるぎじゃん。
で、こっちダルギンズボンが入ってるんだけど、え、コンドームは？あ、コンドームさ、今俺んちコンドームないんだよ。うわ、生でやってんの？いや、ゴチゴチでない。あれあれあれはホットアイマスク。いや、ほんとじゃん。ほんとにないんだよね。時が来たらちゃんと買って、その時は多分もうあるから。使ってないか、ほんとにやってないか、ゲイかの3択だから。いや、ゲイ8割あるよ。ゲイ8割ある。ある、なんか地球興味あるもん。ちょっと見渡してみる。どっち、そんなウィーンと、もうもうもうウィーンとウィーンとウィーンと、クローゼット、マジ服とバッグ。おー、めっちゃ服あるね。やばいんだね。また一人になって、あいつやばい、怖い。紹介するわ、一応クローゼット一回紹介。ここが服たちか。うん、じゃあもうあれか、もうリビングは見たか。見た見た見た。じゃあ廊下側の部屋とか見に行くか。そっちはない、お風呂とかトイレとかがあるの。そうだね、そういう感じか。何何何、え、ありえないじゃん、封鎖されてるよお前。マジで、おい、なんだこの家。え、何したんだお前。いい、握手。かっこおしゃれ。全然意味ない。こっちが、ここお風呂だね。あーね、洗面所か。うん、お風呂普通、めっちゃ。チーズのカシプってめっちゃうまい。めっちゃうまい。なんかバター。おいおいおい、初めて食べた。むずこれ、口元入れとかじゃないよ。むず、麦茶もめっちゃうまいよ。麦茶どうやって飲むのこれ。鼻から飲むんですよ、ちひろ。どういうことこれ。あれ、ちひろ、ちひろ、どうなってんの。これ、止めなかったらどうなってるの。どうなってるの。初めて飲んだ。難しい。ピカタ、大丈夫。こう、足めっちゃ汚いよ。ちょっと足洗って。割れてきていいよ。オッケーオッケー。オッケー。ハイザー先生。ちょっと待って、開かないんだけど。開いた、開いた、開いた。しかもあいつ冷水だからね。足洗ってるから。足洗ってるから。じゃあ次行こう。びしょびしょの桁が違う。俺らも考えてんだ、ちゃんとさ。害があるやつは嫌じゃん。壁壊すとかさ、それは無理じゃん。けどじゃあ塗れるとか。なるほどね。そう、架空のコードを切るとか。こんだけやってめちゃめちゃ考えてるんですよ。そう、ありがとう。バカになっちゃった。正気を済み。シュッタ、キッチンにビガン水置いてんだけど。飲む気、飲む気なの。おかしくない。いや、瓶類をさ、まとめて置いてあるんだ。人類みたいな。あとのトイレか。トイレじゃない。トイレもマジなんもない。確かに。しっかりおしっこしてる。いいよ。ちょっと待って、やばい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 。シュッタ、シュッタ、やばいやばいやばい。頑張れ。ガチガチガチやん。一緒一緒。またシャワー見た。どんだけ触れないかね。初めて見た。初めて見た。俺また綺麗にしてくれてる、結果的に。ちひろ、でもシュンタも濡れちゃったから、シュンタも拭いてあげたら。トイレの床みたいな。どうも、アリ担当のシュンタです。俺の新居はどうだったでしょうか。結構ね、男っぽい部屋なんで、あんまり受けが良くないかもしれないんだけど、よかったら好きになってくれたら嬉しいです。ちなみに、チロが打った BB 弾の弾は見つかっておりません。次回の救急パラダイムはニクモンのルームサービス。マジで綺麗なんで、楽しみにしててください。バイバイ。